こんにちは、ただいま、こちら、関西電力本店前から、原子力の完全放映行動を行います、ね。今日はちょっと早めに来ました。ちょっと 早く来れたんです、ちょっと明るいうちに若干暗くなってきましたけど、来ましたので。今日はツイートのなんちゃらの日は、じゃない日って、県政試合終わってから今日は休みってますね。あ、どうも、こんばんは、どうも。ただいまよりして、先ほどよりやってますですね。まだ座る。よいしょ。気づきの方もおられると思うんですけど、実はこの約2ヶ月ぐらい前ぐらいからですね、司会の人がいて、スピーチを順番に回すっていうスタイルをやめてですね、各自喋りたい人は適当に喋ってくださいっていうことになってます。過去に皆さん、お相撲をしたりとかして、餅つきしたりとか、適当にやってくれってことなんですよ。みんな、やりたい放題やってくださいってことになってます。今日は司会っていうの人がおって、スピーチをジュグジュグに回すっていうスタイルをやめたんですね。だからみんな適当に喋ってくれって思っちゃったんですね。今の今日はまだちょっと
司会の人、いつもの司会の人は今、もうこちらいないですね。まだ来られてないです。来られてないからさっき来てたから、11時からやってる。バッテリーが1個しかないんですよ、まあ、もしかしたら途中で電源が消える可能性もある。なきゃしもあらず。あ、今日も来られるかもしれない。来られると思いますかね。今はまだ見えてないですけど、バッテリーの電気からこのコンセントっていうかケーブルがちょっとあれやからですね。 USB ケーブルしか持ってない。雨降ってきたんですね。若干雨降ってきたんです。聞こえてますか？音。あ、音。あ、どうもありがとうございます。なんか変な表示が出たから、もしかしたら消えてるのかな。あ、どうもありがとうございます。時々聞こえなくなる。最近さっきで昨日か一昨日ぐらいに鹿児島県県庁前にまたテントができた。なかなか立派なテントなので、あそこでちょっと12人ぐらいは泊まれると思う。遅延がたまに発生するんですね。これやっぱりなんかでしょうね。なんかって概要がある。またなんか変な感じになったらまた言ってください。変な感じって言われるんですかね。
これはちょっと違います、昨日きついで沖縄県県知事選挙がスタートしたです。はい、昨日やったっけ、昨日ですね、昨日ですね、なんていうか、中山なんとかっていう人のがと下地なんとかっていう人はすでに選挙違反を公益やらかしているそうです、関係ないところに選挙ポスター貼ってる、ああいう選挙のなんていうのかな、来たんじゃないところに思いっきり中山なんとかってで警告受けてますね、こうやってますね、やらかしてます、なかなかの今日やるわっていう、まあ、沖縄からお聞きになっている方はおられますか、ですね、こちらは割となんか割と湿度がいい感じになっているので雨が降ってきたようなんですけど、やっぱ沖縄はやっぱり朝はもうやっぱり今の季節だと涼しいしなんですね、まあ、やっぱり沖縄県も朝晩だったら寒いって言われて、裸でおったら寒くていくと、あ、どうもこんにちは、どうも、あ、どうもありがとうございます、この場合はその薩摩仙台市においてまだ何かの再稼働するとかなんとかいう決してるんだからあんたも勝手にしてやったって市議会のやつはどうやねんっていう話、ああどうもありがとうございます、どうやねんって話です、あそこの原子力発電所爆発したら薩摩その仙台市に被害は全然通ってもらわないわけですから、なぜ市議会ごときって言ったら失礼ですけど、が全然そんな家庭決定するやろってふざけんなよって話です、もうあそこの市の説明会というかもうなんかもうひどいですね、あそこ桜ばっかりでハイレンドは説明会です、入らないというか、ね、でかいところから思いっきりやれっていう話なんですけど、16日は兵庫県尼崎市の選挙がある市長です、11月16日です、はい、尼崎の市長もやるんです、関西電力は再稼働を目指す高浜原発について原子力規制委員会の、審査合格目処立つって書いてますね、どうしたら合格するやったお前ら人間として不合格なんじゃって話、不合格なんですあ、
どうもこんにちは、どうも、どうも、シワサバです。最近どうですか？ハハ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 ハ自分たちは反対の立場なんですけど、するにしろしないにしろ国が指針として避難計画とかしっかり立てなさいという、そういう条件出してますよね、でそれがまあ、非常にしっかりしないということで、例えば九州の方とかでも今問題になってるかと思うんですけど、例えば新幹線で逃げるとかわけのわからないことって、まあ原発の立地よりも先の方にですね、はい、まあ、集落を割ったりするんですよ、はい、でその方が そこに住んでる方たちがどうやって逃げるのかということでトンネル工事とかをやったらしいんですよね、はあ、でそのトンネルの出口がその原発の真ん前とその事故ったらじゃあその事故ってる原発のなんか前に出てきてそこから逃げるのかとか、そういうまあ普通考えられないようなら避難計画を立てると。でそこら辺でまだ不十分だという話はあるはずなんですね、はい、はい、でまあ一応再稼働するにしたってなんかそれをするための手順というのは一応まあ政策として出してきてるわけですから、そこがしっかりしないぞっていううちから議会が決めてしまうというのはこれは一体どうなんでしょうね。あのでも法的拘束力は全くゼロなんです。市議会の薩摩川内市議のなんか昨日が一昨日だからぐらいに、薩摩川内市の市議会で再稼働決議みたいなのやってたんですけど、まあ、逆に、ね、その周りの自治体で反対の決議も出てますしね。あ、どうもこんにちは、この記事かって実は飛ばし記事かもしれないですね。ネット立つって言うたらなんかあの言い方があれでしょ、その記事のタイトル自体が目と立つってどういう意味やねって話、合格しますやったらあれですけど、まあ基本的には例の田中委員長は仙台原発の時言ってたみたいにですね、別に安全だとは言えなくても目処は立ってしまうわけですから、あそれは立つでしょうよとは言いたくなりますね。あなんか核燃料、溶けた核燃料の取り出しが5年先延ばしになるとかいうっていう記事もあるんですけど、あの 福島第一原子力発電所の3号機だから1号機で合わせたんですけど、そんな目処なんか立つかいなと思うんですよ、ね、逆に5年とかそんな 今からやり方考えてるとこ中やと思うんですけど、永久にあの目処が立たないと思うんですけど、あやっぱり他の記事も出てはりますね、冬にも合格審査合格へ日本経済新聞、あどうもありがとうございます。なんかちょっと調子悪くて、あ、そうそう、今この歌ってる人もいました、あの、薩摩川内いらしてるんです、あの、ツイキャスを開くと行ってはったんで、あっと、この前はあそこに行ってはったんです。選手は土曜日、大阪への駅前にもおったんですけど、ちょっと前は辺野古にもいたんですけど、辻ヶ瀬を開くとおるんで、あっと今夜も使わせていただいてます、ありがとうございます。あ、そうなんです、で節電見送りになりましたね、あどうもありがとうございます、
あ、関西電力の、節電要請を見送りということで、見送り節電もクソもないと思って。いや、関西電力は冬場の節電にの見送り、なんですか、節電要請してたんですけども、昨日 の、 ニュースでは確か節電、なんか3月ぐらいまでの節電しようとか言ってたように思うんですけど、それが切らなくなったことになって。みんなの節電努力のせいで良くなりましたって言ってるんですけど、そんなわけねえだろって言ったんですけど、今朝何かで今年は暖冬傾向というのを読みましたね。じゃあクーラーは使わなくていいと。あ、いるか、いるっすね。いや、クーラーはいらない、クーラーじゃない、エアコンですね。クーラーはちょっと寒いですね。暖冬だから冷やしちゃい、冷やしたらダメ、冷やしたらダメ、それが寒くない。今日は割とぬくいです。雨が降ってるんで、あ、どうもこんばんは。どうも。やっぱ雨が降ると割と暑くなってくる。降る前ってあれ、なんですかね。雲が。放射冷却とかを防いでくれるんですかね。なんか要はどういう理屈かわかんないですけど、なんか雨降ったらもう目汗かきます、ね。あ、でも気をつけないと。この時期は。はい。あ、はい、いただきます。お菓子をどうもいただきます。いやいや、いのしです。あ、どうも、こっちはどうも。まあ、お菓子いただきます。うん、
ここは結構通り車の通りが激しいですからね。結構危ないんですよ。ブン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 車が通って。ちょっとなんかあの変なところにあの高速の入り口があるんで。入り口のとこも危ないんですよ。あれそこもなんかやばいですね。もうでもめちゃくちゃなスピードで走るんで交通事故起きる。大井原発サステナビリティ訴訟の提訴、控訴ですか、控訴やったから、名古屋高等裁判所金沢支部で、11月5日14時30分から、11月5日、5日ですね、14時30分、傍聴抽選は、14時10分からですね、勝利に導くため多くの皆様の傍聴をお願いしますということです。11月5日水曜日ですね。あ、どうも、こんにちは、どうも。あ、どうも、こんばんは。いや、これから5万人がバーって来ると思うんです。まだ来ていますか、あの野郎。大阪市福島区じゃないですか。自称福島県在住とかで、僕ら分かんないですよ。工藤博之が西尾大学に住んでるってのは、それもまた自称ですけどね。10月5日ですか？11月13日は近づいてる。あ、そうです、そうです。あ、そうですね、11月13日ですね、もうすぐ。もう工藤博之がほんまふざけるなっていう話でして。ですか。奈良学園前でデモ行進するんですね。ああ。まだ行き上がる。石でも投げるのがいいと思います。石でも投げるのがいいと思いますね。ひどいこと言ってますけど、別に何でもいいと思います。犬の奥でも何でもいいと思いますんで、はい。でも薩摩川内、この前薩摩川内市の。その市議会にもなんか公安が来てましたね。で、配信者の人が追いかけるとすごい勢いで顔を隠す。鹿児島県警の公安。あ、どうもこんばんは。今年も押し詰まってまいりましたが、そんなでもまだ1ヶ月ぐらいはあると思うんで、まだ雪は降ってないんで大丈夫ですね、はい。終わりましたね。あのままバシャーって来るイメージだったので、いやちょっとなんかこれからの確率は、降水確率は割と下がっていくみたいです。 Google さんによると、
調子でちょっと下がってやめてくれたらいいかなと思います。あ、またなんか出ました。いや、あのあれが、あの、いや、ちょっとあの膝けけけプレゼントキャンペーンが始まって、ハロウィンキャンペーンが始まってまして、あ、どうもありがとうございます。今度これ5ですね、5点ですね。じゃ、今日は結構あの当たりが入ってきてます。あ、石川シュー、あのマイナス20ポイントの当てたんですね。まあ、やばいですね、ほら、あ、いきなり半減しました。また5ポイントいきました。あの外れた当たりがあるんですよ。ほんで外れ、今まで32ポイントいってますね。ジャックランタンはいはいはい、あ、どうもこんばんは。どうも、いや、ただいまこちらの関西電力本店前、割と、なんていうか、その夜ですけど、そのなんていうか、あ、まだマイナスポイント、あ、どうも。これ割と石に対するんですよね。あ、どうも、また1ポイントいきました。あ、1ポイントいきました、いきました。あ、もうどんどんやってください。もうあれですよ、いいですか。あ、どうぞどうぞ。大阪の公害問題を考える会の代表の足立です。3週ぶりぐらいに来ました。今日は雨が降るので多分参加者は少ないかなと思ったんですけども、私もちょっと今日は時間があったので何とか来させてもらいました。実は、私の会で以前、大阪市内の大気から、濃縮されたウラン235が検出されているということを大阪市に、申し入れをして、その最、発生源の、調査をしてほしいということでずっと要望を上げています。ただ大阪市環境局はやってはくれません。なぜかといえば国がアルファ線とベータ線が影響が少ないと言ってるから、やる必要はないの一点張りです。もう絶対許せません。で、もう一つ許せないのは、大阪市のウェブサイトに私が出した、測定結果と、要望書がアップされているんですけども、まあ、見ていただいたら分かるんですが、クリス・バスビー博士の名前と、採取した地点の大東市、豊中市、富田林市、この花区の地名も全部黒塗りになっています。しかも測定結果を出した、元々の原書のコピーも出してるんですけども、それも実はアップされていません。これでは何の要望書か正直言ってわからないのは現状です。まあ、もちろん私の、ブログの方では黒塗りなしのものが、アップしているので、それを皆さん見ていただいていると思いますが、公式サイトで全部黒塗りというのは絶対に許せないと思っています。どこで取れたものが実際どこでどんだけ出たのかっていうのは分からないからです。で、以前にも、教育部会の方に出した要望書の中に関西原子力懇談会という文字が入ってたところが黒塗りになっていました。で、その黒塗りに関しては、教育部会の方で交渉してなんとか黒塗り撤回させたという記述があります。で、私も、それに習って来週の木曜日を予定していますが、大阪市環境局に要望書を再度提出しに行きます。黒塗り、黒塗り、黒塗りの、情報公開なんていうのは絶対に許せません。別に個人名はクリス・バズビーのところだけであって、しかも博士は今回大阪市があまりにひどい対応をするのでわざわざイギリスから手紙を送ってくれました。大阪市のウェブサイトに自分の名前を公表してほしいという中身を書いていただいて、それをもらってきたので、それを持っていきたいと思います。しかも採取地点に関しては富田林市とか実はこの花区、まあ、何々町までは書いてませんけれども、まあ、まあ USJ の近くとかね、まあ、ぼやかして書いてますけど、別に個人を特定する内容は一切書いていません。アドレスです、非常に。そこまで個人情報でも何でもないので、黒塗りにする大阪市のやり方は絶対に許せません。これは関
環境局の判断だということですけども、橋本の判断なんと思います、多分。まあ、これから来週の木曜日にかけて交渉に行ってきますけれども、また結果は次の日の金曜日あたりに、お伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。大阪市の待機中からの、裏が研修された件に関してまたなんか大阪市だから、調査された結果をですか全部クローニングするっていうまたどういう嫌がらせなんでしょうかというか分かって話です。あ、どうもありがとうございました。また背中を描いてます。あ、背中描き終わりました。よいしょ。その大阪市がクローニングしたってやつは、だから出された結果をまたクローニングするってこと。名もわからないんで、どこで何が出たかわからない。なんでそんなクローニングせなあかんねん。じゃあ大阪市に出してるわけやから大阪市内やってることわかってるんでしょうけどね。わかるんですよ。風評被害がどうたらこうたらとかいう理屈なの。まあそうですね。パニックになるってことですね。まあパニックにならないようにどこの地点から出てるのか調査しなきゃいけないのは大阪市内です。パニックになったらやる気がないのでやらない。パニックになったのは大阪市になっちゃうかって話です、ね、やる義務があるんです。大阪市は放棄していますからね完全に。まあ木曜日に抗議に行ってまた文章持っていきます。はいはい。その場で返事はもらえないんですけど、そうでしょうね。何やと。まあ、関西弁で怒ってるわけだと思う。英語で怒ってる。何やって言ってる。英語で怒ってる。英語で何やねんっていうのは何ていうのかなっていう話。測定者の名前がね、測定者の名前はなぜ、地名ですらないわけですから。皆さんにちょっとお知らせがあります。はい、いつもならこの時間頃に、お話しくださってる釜日郎の三浦さんですけども、今日は東京で、狭山闘争の中央集会がありまして、そちらに参加しています。10月31日といえば、私ぐらいの年齢の方はご存知かと思いますけども、1974年にですね、東京高裁が無実のブラック民である石川和夫さんに、でっち上げで、殺人罪で、無期懲役を判決を下した日です。この寺尾差別判決の40周年ということで今日東京で、狭山差別裁判球団の石川さんの再審を求める集会が開かれてまして、そちらに今行ってるということなので、ぜひ皆さんによろしくお伝えくださいとのことでしたので、お伝えします。釜日郎の三浦さん、三山差別裁判で あの人が無期懲役、すみません、もう一件追加で、はい、以前ですね、江戸大阪の、施設、大講堂ですね、あそこで車椅子で登壇できる走行機がないっていうことを古井さんの件で私も初めて、ああそうだったのかって気づいて、一応不快には陳情は出していますが、もし、まあ、書いてもええよっていう人がおったら個別にまた書いて
まあ、これ別に身体障害者の方っていうのは、これから高齢化社会を迎えるにあたって増えていくわけです、どうしたって。絶対にそういった方の社会参加っていう場が必要になってきますから、まあ、これ原発反対とかそんなこと関係なく、いる施設なんですよ、いる設備というか。ですからそういったところは強調して書く内容にしたら、比較的どの会派も採択しないとは言わないと思いますので、一旦まず出してみたいと思います。もしこの中継見てる方では書いてもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、不快の方に、陳情はなるべく早く出した方がいいような気がします。次にまた選挙がありますから。で大阪市に関しても、そういった施設が、昇降機がないところっていうのは意外と多いのかもしれないですが、11月の18日までが確か年内の陳情受付締め切りだったと思いますので、まあ、まだまだ1ヶ月ありますけども、ちょっと気づいたことがあって、例えば足の不自由な人が登壇できないなとか、地域の区民センターとか、公民館とか、図書館か、そういったところで考えることがあったら、ついでにもしあれやったら出してくださったらいいと思います。今日は鳥居さん来られないみたいなんですけれども、別にこれは原発反対とか、そんなことは全然関係なしに主張していいことだと思いますので、そういったその可能性高いと思います。時間はかかると思いますが、あと地下鉄の走行設備、これが実はない、もう一つないところもあるんですよ。ぐるっと一周しないと改札まで行けないとか、そういった意見結構多いです、大阪市内でも。場所的に走行機つけれないところもあるんですけど、もし近くの、ね、市営地下鉄とかでちょっと感じるところがあったら、これも合わせて変えていただければいいんじゃないかなと思いますので、もし見てる方いらっしゃって、変えてもいいよって人いたら変えてください、で送ってください。多いければ多いほど、一応視界も無視はできないんですよ、この案件に関しては。視界もこういう福祉系のことに関してあんまり無視できないところがあるので、やはり書くべきかなと思ってます。以上です。サーカスが今やってみたいですね。なんかどんたかどんたか言ってますけど、2日目でですね。ついに千秋楽を迎え、多分あそこに矢が見えないですかね。丸いテントがありまして、あそこに今サーカスやってます。なんとかかんとかってサーカスがやってるんですけど、何やったっけな、忘れた。なんとかかんとかっていう虫っていうのはサガスがやってるですね。ドーンセンターとかは OK らしいですよ。新しいとこはもう大阪って割となんか設備ができたのが35年ぐらい経ってるっていうことですね。それより広いの JR の大阪駅ですよ。ああそうの駅はびっくりした。昨日なんか作りが変なんですよ、絶対おかしい。なんでなんだって言ったから、やっぱり土地が変な形してるからかな。昨日ね、山口から来られてたんで、はいはい、来る前に、はあ、はい、飲みに行っとき、結構盛り上がってね、はい、電車がみたいな感じで、急げば間に合うねみたいな時間で中央改札に行ったんですよ。はいはい、また車行けませんのでって言って、中央改札で、中央改札、中央改札じゃない、端っこ改札じゃない、なんでここで走るの、うまくはお騒ぎ。南側行ってくれって言われて、それ行って電車乗れると思ってんのって言ったら、いや電車止めてくれんのって言ったら、いや、お願いします。なんでかな、まあ、それ結局ね、もちろん続いてきて、みんなで運んだらええやないかって言って、運ぶことないと思ったんですけど、
はい、不安定だっていうのはあると思うんですけど、こちらも見送りで後ろに走って固めて、あまあ、もし、まあ、起こしたら肉弾戦でなんとか。そうそうそう、肉弾戦。脳中央改札って言ったらいいんですよ、これは。脳中央、何を言ってるかわからない。なんかこの前なんかデラックスで建て替えたんちゃうかって話。そうでしょ、なんかすごいなんかね、いっぱい監視カメラいっぱいあるわけなんですよ。なんかあの正面のなんか百貨店もなんか、はい、ちょっと豪華な感じで階段とか増えてね、すぐに買い物できるというみたいな。なんですけど、なんかものすごい階段が多、階段っていうか段差が多すぎて、ちょっと車椅子の人は、車椅子に乗ってる人は結構難しい。地下街も、地下街はもうめちゃくちゃですし、ルートが限られてるんですよ。どれなんとだったの？作る過程でどうなんなんでこうなったっていう。あの屋根、なんか斜めのな屋根もなんかあれ欠陥なんですよ。あ、そうなんだ。横が雨降ったら振り込んだらどんどん振り込んでくるんですよ。横から来たから、あれただ単にあのビルとビルの間になんか板をみたいなのを立てかけてるだけなんで。何のために？いや、かっこいいからええかなと思ったんでしょうね。もうなんか全ての設備が整って余裕ができて、まあ、そこでつけたんならまだ分かるけれども、はあ、本当にね、あ、どうも、ああのジャックランドどうもありがとうございます。いやいや、申し訳ないです。今日まででしょ、かぼちゃは。え、3日ぐらいでしょ、確か。え、だって今日がハロウィンやから今日で終わり。なんか11月3日って聞いたような気が。あ、いや、すみません、ジャックランド祭りでどうもありがとうございます。ゴーデンが南、自分とこの敷地内ですけどね、あ、そうですか、あの焼却炉を作るんですって、1日400トン処理です、どこもかしこも燃やしますよね。燃やしますよね。燃やしたら一番あかんのよね。結局なんか放射能拡散するのヘッドも思ってないんです。やっぱ、うん、散らすことでその殺菌を回避しようっていう理屈らしいです。見えないの犯罪者ですよね。あ、今マイナス50点。いやいやいや、こちらことです。あの50ポイントいやいや大丈夫ですよ。あ、ごめんなさい、あの、いや、あの、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ僕も書かせていただきます。いや、もう申し訳ないです。どうもありがとうございます。
あさってですね、日曜日の夕方17時からは、JR 岡山駅前のビッグカメラ前で、恒例の特定秘密保護法撤回の凱旋が行われているということです。あ、どうも。今ちょっと画面が揺れるやつは僕は手で持ってるから、そういう画面はですね、あ、脚立が三脚を、今日はお腹が張るな、なんでやろな、すごいお腹がすごい出てきた。今日朝から飯食ってるばっかりしてたんだと思います。このジャック・ランタンというのはランタンさんという人じゃなくて、ランタンを持った男という人ですね。あ、そうそう、昨日先週聞いたんですけど、ランタンっていう人なんじゃないんですかね、まあそれかもいいかなと思うんですけど、どっかの業者の あの暴力なんじゃないですか。あれなんかね、今日でもラジオ聞いてたらハッピーハロウィーンとか言うんですよ。あのだからあの巻き寿司を丸かぶりするとかああいうのに近いと思うんですけど。いや、まあ巻き寿司も美味しいですからね。いやだからあの夜明けに向かってあの逆立ちしろとかそういうやつはみんなあまり しないですけど、まあ、脇の人が惜しいし、ま、やってもいいかなと思って、チョコレートとかバレンタインデーとか、あれはだからバレンタインさんとかされた日じゃない、あ、忘れたんですか、セントバレンタインという偉い人がいて、まあ、日本ではあのチョコレートのお菓子会社がチョコレートを流行らせようとしたという謀略の史がありまして、まあ、もうホワイトっていう目だと忘れて出かけないんですけど、ホワイトという目だって、まあ、ありましたね、阪急ファイブはなくなったんですよ。ハロウィン粉砕ってことで、いや、ハロウィン粉砕ってことで、いや、粉砕ってことでね、なんかハロウィンって見てたらね、なんか蜘蛛の巣とか、コウモリとか、いや、だからあの、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞっていうらしいですから、それのどこがハッピーなのか、いや、あの、外国の子供たちにとって、あの、お菓子くれるか、なんか日本でも同じようなやつありますか、なんか子供がなんか各家を回ってお菓子もらうとかいう、ま、もうなんか地方の祭りで、ね、
ファミリーでは回ってこないですね。あ、でも子供回らないですね、最近。だいたい今ハロウィンがドラコードだとか言ってる、あ、割と大きいお友達ばかりだと思うんで、だからあのお菓子をくれないといたずらしちゃうっていう年じゃないだろうっていう人がやってはると思うんです。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞって、あの原子力発電所がいたらやっぱり。放送入れたりしてる、こんばんは、先ほどしていただいた署名なんですけれども、あのどういうものか詳しくお伝えしたいと思います。放射能ゴミ焼却炉建設に反対しましょうっていうもので、田村市民の皆さん宛にこう文章がなってるんですけれども、この大阪市でも集めたらあの圧力になるんじゃないかということで集めさせてもらってます。ではあのちょっと文章を読んで訴えていきたいと思います。国環境省は仮設焼却炉を鶴町と宮古有事に道路の炉の鶴町ですねって書くんです。鶴町と、川内村、鹿児島県の仙台と同じ字です。川内村の境にある東京電力南いわき開閉所の敷地に作ろうとしています。鶴町の行政区長会、鶴町認定農業者会が反対決議をし、鶴町と川内村の多くの住民が反対の声を上げていますが、環境省は強引に計画を進めようとしています。どのような焼却炉を作ろうとしているのか。1日の処理能力が400トンという大型です。田村東部衛生センターは30トンなので10倍以上の大きさです。燃やすのは県中、県南、いわき、会津等から運ばれる稲わら、牧草、堆肥、下水汚泥などで、施設の焼却炉では燃やせない放射能で汚染されたゴミです。そもそもこの放射能で汚染されたゴミを燃やすということが最大の、あのいけない点ですよね。で、どのような危険があるのか。環境省は焼却炉にはバグフィルター、袋状の囚人装置がついていて、放射性物質を吸着した灰を取り除くから、大気汚染することはないと言っています。しかしバグフィルターは肺を完全に取り除くことはできず、気化した放射性物質はバグフィルターをすり抜けてしまいます。また一昨年6月6日には新潟市の焼却炉でバグフィルターに穴が開き、高濃度の梅塵が放出された事故も起きています。放射能ゴミを積んだトラックが走る。400トンのゴミを運ぶため10トントラックが毎日50台、福島県の各地からやってきて田村市や川内村の道路を走ることになります。通路になる道路周辺の環境悪化も懸念されます。燃やさない別の方法もある。近畿大学と大阪の企業が共同開発した原用化装置のデモンストレーションが6月5日に川俣町で行われました。この装置は除染廃棄物に熱と圧力を加えて容量を10分の1に圧縮するというものです。このような装置を活用するのも一つの方法です。燃やすことばかり考えるのではなく、安全な処理方法を考え実行するのが今まで原発を推進してきた国や東電の責任です。田村市民の皆さん、このように危険な焼却炉の建設をやめさせるために国に対して反対の声を上げましょう。環境省は地元住民への説明会で、事前調査や建設は地元住民のご了承がいただけた場合に行うとしています。しかし自らの言命に反して7月22日から事前調査を強行しています。
地元住民の了承が得られていない現状では、事前調査も建設も行うべきではありません。放射能ごみ焼却を考える鶴川内の会ということです。この問題は福島県のこの、鶴町の問題だけではないですよね。東北の放射能が風に乗ってこちらの方にも流れてきますし、それから海ではやっぱり放射能、放射能に汚染された水が垂れ流し状態になっているわけですので、私たちの問題でもあります。国にきっちりした対応を求めていきたいと思います。はい、あ、みかん。いえ、違います。柿ですね。足立さんがさっき教えてくれたんですけど、はあ、そう、1個いただき、和歌山は柿の産地として有名です。でもまだなんかちょっと早いから、ね、はい、ちょっと若干も、温めてたら浮かくするかもしれないですね。浮かくするかもしれない。それはないですね。帰りに帰れないですから、ね、日々がいてきてばかりかも。横が出てくる。前、呼び捨てひよこのつがいを買ったんですよ。あ、その話言いました。すいません。大きくなった、毎日卵が食べれるなと思って買ったら、だんだんだんトサカが入ってきてですね、おんどりだったってことなんですね。大体、ああいう呼び捨てのひよこってのはおんどりばっかりなんですよ。いや、人気を追うから片っぽは面取りかなと思ったら、両方とも面取りだった。そういう風に選んでるんですかね。多分そうですよね。まあ、そういうわけなんで、どういうわけなんやって話ですけどね。ありがとうございます。いただきます。そんな感じで書き入れてもらったんです。書き。これ見えないですね。書きです。書きなんですけどね。私さっきちょっとお店を見つけて、はい、お塩買ったんですけど、こんなお塩があるんですね。あ、京都ターゴでお塩を X バンドって書いてある。いや、それ書いてない。見たけど書いてない。X って書いてある。フロアにも書いてない。X ジャパンって書いてある。あ、ちょっとこれが、あ、これ、ちょっと待って、これ。あ、柿持っときます。いや、柿、ちょっと待って。あ、どうやった。ライト、あったか、すいません、ライトアップ。これが、これなんですよ。京都ターゴの塩です。日本海ターゴの塩ということで、これ、塩が見えてますね、若干内容物が X バーンと書いてある。そう、これは、牡蠣です。これは X バーンって書いてないですね。わかんないな。あ、どうも、そう。ちょっとこれを。
ちょっと腹立ちがこれじゃないですけどね。ホワイティー村リングレスレグレスかエボラエボラだからエボラ出血レーズンがホットカフェで分かんないですけど、もうだいぶ陽性でぐらい死んでて分かんない。納豆卵かけご飯。あ、そうか。あ、もう納豆と、あと昼はパン。パン。パンですね。で、オレンジジュースが1リットル49円だった。やばいなって。でも、半額で売ってたんですけど。どこのオレンジジュース？どっかです。ほんだらそれをガブ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 飲んだら。あ、それとあと、昼にビール飲んだ。ビールとなんか、チーズ入りチキンってあるものを食べた。のフライしかも、うん、また油ねえ、そうですね、当てには良さそうだ、ビールとそれだから、でもなんかもう一つやったんですね。あんまり今日はあんまりビールはあんまりインストールされない日やな。あと今日はそれでぐらいなんですかね。あ、でも炊飯器にご飯がちょっとだけ残ってたら、おにぎりにしたら作って、ふりかけを振って、ふりかけおにぎり。あ、でも夜中に帰ってきてから、お家帰ってきてから、夜中の、まあ、12時近くだったんですけど、チューハイを一つだけ召し上がった、いただいたんですね。それから、何か食ったっけな。昨日の夕ご飯何食べたっけな。昨日そんな食ってないです。いや、食べれますね、やっぱり。昨日はワイワイ言いながらチビチビ食べてました。マッコリとか。マッコリじゃなくて青森です。青森ですね。あ、そうですね。ロックとかで。ね、あ、そうです、ロックです。ね、泡盛梅酒っていうのがあるんですよ。ああ。梅酒を作るのに泡盛使ったんだと思うんですよ。ああ。ああ、なんかまあ秋ですか。もう書けないですけど、これ、ね、これがないと夏ですからねって言うんですよ。でも梅酒でもいろんなところで作ってますね。まあ当たり前なんですけど、はい、よくお店行ったら瓶がいっぱい、僕も前作って、僕って言えばうちのところでも作ってたんですけど、そう、私も家で作ってるんですけど、その一升瓶で梅酒のいろんな種類が売ってて、埼玉県って梅とか作ってるんですかね。うん、そこの店がたまたまなのかもしれないけど、ずっと観察で見てたら、これも埼玉、これも埼玉とか。埼玉県か。
テキーラとかする。テキーラ置いてるような店じゃなかった。テキーラってあれどこの店ですか。どっかあるでしょ。あ、はい、お酒はちょっと例えばあのスコッチってあるじゃないですか、ブラジルとかスコッチとか、ブラジルのウイスキーとか、あの茶色いじゃないですか、あれなんで茶色いかって言ってあのタルなんですよね、今なんか朝のレンドラスタルなんですよ。あ、そうなんですか。外国人の女性が、ね、はい、ヒロインのやつ、はい、学校の女の人が出てたような気がしますので、あれ確かウイスキーかスコッチの話言ってます。スコッチだけ作るって話ですよね。見てないから僕も見てないでわからない。テレビドラマ映ってみないでわかんないですよね。まるまるモリモリってなんでもないと思ったんですけど。あれなんでしょう。なんかの、女の子が芦田愛菜ちゃんって女の子がいて、今なんか国民ネギかなんかのやらされてるんですね、かわいそうに。政治利用。もう政治利用でわからないでしょ。っていうか、10歳ぐらいですかね、確かの子。もうちょっと大きい、あ、いろんなもんなんですよ。これはこの子らっていうのは、あの人だって大変やなぁと思うんですけど。まあ、彼女が仕事を選ぶっていうのは、なかなか難しいですよね。そうですね。あ、バイオリンです。バイオリン弾いてありますよ。あ、なんか音してます。今なんか音聞こえますか、これ。なんかあそのサーカスの音です、これ。あそこでやってるんです。2日が千秋楽らしいです。11月は。やっぱり寒くなる前に。なんか夜でしょうね。寒くなる前どっか行く。11月で素晴らしい。何ですかね。あ、そうですね。ですね。あ、そういえばなんかそうですね。前はだって花子と、はいはいはい、あまちゃん、あまちゃんとか東海あまちゃん、すぐ関係ないですけど、ちゃんが、鹿児島県庁前で座り込みがまたの配信また行われているですよ。鹿児島だからあれですね、鹿児島からし連行とかたまりながらの配信だと思います。あ、そうでした。全然わからないです。私、ご当地の方がうまくないです。僕のおじが、確か鹿児島か九州かどっかに移住したんですよ、はい、何年か前に、はい、放射能とかと関係なく、もともと大ハードとかでブルース・ウィルスはよく書かれてる送風ダクトってあるじゃないですか、うん、あれを作る仕事をしてたんですけど、うん、すっぱり辞めてその会社を畳んで、移住したんです。で、マンゴーを作っています。いいじゃないですか。
パパイヤ、パパイヤ、パパイヤじゃない、マンゴーです。宮崎が有名ですよね。なんか鹿児島やったらやろうな。でもあっちの方の気候で、なんか他の人で聞いたところで、割となんかものすごいジャン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 温室とかで作ってるらしいですよ。ジャンジャン燃料使うらしいですけど。はい、はい、あ、どうも、こんばんは、どうも、燃料代が結構来ると思うんですよ。あ、どうも、こんばんは。雨の見通し、まだ関係ないことしますけど、声すぎて滑舌が猛烈に悪くなってます。センター、あ、こんばんは、どうも、どうも、こんばんは、鹿児島県庁前でも座り込み始まってまして、でっかいテントが立ってる、長いサーカスできるぐらいの大きさ、サーカスはできないですけど、また適当なこと言ってます。鹿児島県ってどうなんですかね、そんなに人が住んでるんだろうな。西郷隆盛、西郷さんとかばっかりですよね。西郷さんの銅像をよく見ると冷静に鏡見たらなんか変な格好してはります。ちょんちょんちょんと着物着てるしですね。いる、なんか本人じゃないですよ。モデル、なんか親戚、西郷隆盛の親戚の人をモデルにしているらしいですけど、全然似てないらしい、本人とは。西郷隆盛が写真撮られるの大嫌いだったんですよ。やっぱ写真が昔だったら写真じっとしてないといけなかったんで、はいはい、多分そうやと思うんですけど、はい、魂を抜かれるとか変な名シーンがあって、写真でああいうのやと思うんですけど、なんかそれでシード取られるのをものすごい嫌がってたらしいです。どういう理屈か分かんないかったんですよ。で、じっとしてないといけないんですよ。30秒ぐらいかかったんですよ。1分とか20 30分とか。で、30分じーっとこんなポーズ作らないといけなかった。で、ニーズ隠してだだだだ1分とか30秒とか、どんどん短くなってきたんですけど、1分でも苦しいと思うんですよ。だから昔の写真だと、こういうなんか、膝掛けに膝掛けは毛布みたいな、膝掛けじゃなくてこの肘当て、肘当てでくつろいでる写真とかばっかりやったんですけど、ちょっと厳しいですね。こんな感じでして、どんな感じやねんって話ですか。雨が降ってきたんですね。雨が目立つ。ちょっと待って、あ、いいっす、これで、はい、ちょっと待って、これ、ハッチェンジ。じゃあ別に叫ばなくてもいいです。傘差すだけなんです。あ、
うわ、あの傘が、これあのあれなんですよ、映画傘なんですよ、あのゴルフ用のやつなんで、僕ゴルフ全然しないですよね、しないっていうかやったことないですよ、おじさんの家になんかゴルフのやつがあったからそれで遊んでみたことはあるんですけど、ボールに火もついてるやつ、いやいやいや、普通のゴルフのクラブと、で、あれ家の中でやったら、もちろんフルスイングしないですよ、えらいことになるんで、フルスイングしたら、いやいや、それは言われても、指定しては楽しいでしょ、多分。あ、どうもこんばんは、どうも。割となんか雨降ってきたんですよ、今ですね、今日はアブレットのところ、なんか楽しいものはないかななんて、明日はどうなんですかね。今日は割となんか朝からなんか曇り空やったんで、これはもしやと思ったんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、こうやってですね、歩きます、歩きます、歩いてます、歩いてます、前進してます、前進してます、歩いてます、前進してます、あ、空を吹くと思うんですけど、あ、どうも、なんかすごいどんたかどんたか空いてますね、これはあれなんですよ、先ほどからあそこにあるサーカス小屋から流されてまして、見えます？看板の後ろに中途半端なところにあるんで、見えないな、これ暗すぎて、しかし今日は本当に雨は、あれ、やんできた、やりましたね、やりました、雨やんできました、もう着陸します、よっこいしょ、なんか使用して回っただけですけど、また雨やんできましたね、あー来た来た、待ってたんや、さっき僕が座ってたのはこれでしょ、あ、ここですね、僕が座ってたのは、お尻がぬくいから、はい、お尻でガガとしてたから濡れてないですよ、ここだけ、あ、すいませんすいません、あ、そうそう、ベチャリンコになってるし何がしかのもので、はい、紙、あ、やっぱりこう、やっぱり紙はやっぱ分類の にいらっしゃる、行列が回らない、
T ポイントカード、ああれですか。なかなか解約できないんですよ。あれどうやって解約したいんですか。あれね、なんか郵送しないとダメです。ああめんどくせえやん。そうなんですよ。で、あの身分証明のなんですかそれ。で身分を証明するとか免許証とかパスポートとか、まあ、そうかと戸籍謄本ですよ。なんかでそれをね電話番号聞こうかなと思ったんですけど、組み合っててつながりませんって。ああはいはいはい。結構それもフリーダイヤルじゃないし。えフリーダイヤルじゃないんですか。違うんですよ。しかも南の島からかかってたりとかコールセンターがとんでもないところにあったりとか。これはえ、なんかいるんですか、あの会費とか。別にいらないですか、定員以上。いらないですけど、なんかデータがどんどん。はい、あ履歴とかですね。行くんじゃないですか。例えば T ポイントを集めるので、タイム。はいはい、あ、雨の御堂筋。雨の御堂筋。あ、どうも、実を言いますと、バッテリーとか持ってます。あ、あるよ。あ、また、まだ大丈夫です。あ、まだいい。あの1個充電するの忘れてた。という形でしてまだ大丈夫です。ローソンとかローソンじゃないファミリーマートとかそうです。データを第三者に全部。まあそれはそうでしょう。例えばタヌキみたいなのがあるやつじゃないですか。ローソンやったらタヌキみたいなまあこうそうですね。タヌキみたいなやつ、まあそうなんですけど、まああとでも抜かれるんでしょうね。例えば Google とか提携してる会社がベラボーにあるみたいな。おお、はい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 。でそれを第三者にやらないでくださいっていうのを、はい、手続きしたらしないんですけども、そういう会社がまた一つ取ってくれたら、はい、そのたんびにこっちからやめてくださいやめてください解除します。これなんか有料だとかいうのかも。チラッと見た有料だとかいうのも。あ、そうなんですか。もう私辞める気満々だから詳しく見てないんですけど。どうしたらいいんだろう。だから持たないに越したことはない。はい。あのイコカとかはやめましたけど、イコカとかやめました。あ、やめましたよ。あれどこで一回乗ったら全部行きますか。あ、そうなんですね。あの普通のチャージの方で。だからどこからどこだったか全部お見通しじゃないですか。あとは今までその公安に流れてたデータが流れてたっていうのは、あの例えばあのイコカとかスあのタバコのやつ、あ、タスポですね。とかあとあのあれ、レンタカーの履歴とか、はい、あと学校給食でその日本に住んでイスラム教徒の人とかはあのハラルフードってやつで豚肉とかが入ってないやつをするんで給食とか拒否するじゃないですか。するとその報告は公安に。あ、イスラム過激派みたいな。あと例えば放射能入っとるから給食やめますって言ったら、あ、半原発分子だって言って、それも言ってると思いますよ。多分。アレルギーですって言ってないんですか。なぜかもうだから学校というのは結構だから公安の出先機関が成り下がってますから今も。だから小学校とか中学校の内申しようとか思いっきり公安に出てるんじゃないかと思うんですよ。だから今学校にその警備とかでその警察の OB がどん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 甘くらしてるじゃないですか。その間の流れもあると思います。あ、今なんかすごい皆さんおしゃべりしてるんですけど、あの割とカオスになってます。あのもう好き放題やってる話、好き放題やってます。みんな何でもやりたい。やりたい放題です。ここであの長飛びするとかですね。
なんで今縄跳びできますね。まあ雨とでも縄跳びはやると思うから。あと綱引きとか、あとですね、相撲とかですね。餅つき。砂遊びとかですね。あ、それは無理かな。砂持ってこないといけない。野球。バドミントンとか使います。卓球とかですね。あとプラモデル制作とか。ああどうも。あどうもこんばんは。どうも、あこんばんは。郡山ってどこですか。奈良の郡山。福島の郡山って。いえいえ、あの奈良県だと思います。あ、そうなんですか。すいません、福島かもしれない。郡山っていっぱいあるんですかね、地名が。あ、すいません、どうも。ほう、あ、どうもこんばんは。どうも。皆さんこんばんは。
大事人間かというと、やっぱり、県外に行けば、仕事もなくなるし、家も手放さなきゃならないし、あのコミュニティが崩壊してるので、原発事故によって、障害が、
どうやって見られるのか。防弾の勝手から、防弾の勝手から、あの、願いをずっとして、ずっとしています。で、あの、まあ、あの、制裁金の防弾の打ち上げ中を、あの、まとめました。で、あの、私たち考えには、あの、原発事故によって、障害者は、あの、人気になるだろうと。あれはいくら頑張っても、原発事故から逃げられない。こういう、立場にあるということで、はい、これは、あの、電空の、原発を止めて、再稼働は絶対しない、そういう決意を持って、皆さんに報告していけないかなと思っております。
そういうふうにやっていきましょう。終わります。今日はですね、福島県の郡山ってとこがあるみたいなんですね。郡山市、あ、郡山市ですね。郡山市から、お教えになられた、ですね、障害者団体の方、昔はバスも乗せてくれなかったんですけど、路線会って言って、だから障害者の人はバスの前でオールドウェイで乗さそう会中でですね、でバス闘争っていうのが昔あったんです。という闘争の結果、ちゃんと乗せておくバスとかようやく作られるようになったっていう経緯もあるので、野良ささそうそういうことですよ。野良ささ三回っていうこと、野良ささ三回っていうことですね。電車もだからあれですよ、ちょっと前は全然俺階段ばっかりやったじゃないですか。だから後付けで今は突貫工事じゃないですけど、エレベーターもやっとも作るようになったんですけど、こんばんは、早いうちに来ていただいた方には皆さんしていただいたんですけど、東電が南いわき海兵所の敷地に、あ、どうもどうも、1日の処理能力が400トンっていう大型の仮設焼却炉を作ろうとしていますので、反対する署名を集めています、もしまだの方はこの方のテーブルの上に置いておきますのでよろしくお願いします。え、あ、そう、いや、でしょ、合格、合格するかもよっていう、あ、してるんですか、ほぼしてるっていう、新海が先日合格フットしたやつはお前ら人間として合格なんだね。じゃないっていうことです。事実上審査合格のメドだ。なんだそのメドっていうのは。ふざけるのもいいでしょってことです。自作自演。あ、どうも。帰りに持ってきて。え？あ、どうも。あ、どうも、こういうのもありがとうございます。お化けやったわ。これ、あれなんですよ、なんかやっぱりなんかのアルゴリズムがあって、平均化されるんでしょうね。でか、これ。独立思考やとは思います。その、なんていうか、その、やっぱり、中で抽選しとるんでしょうね、なんか。結局、サイコロ失った10ポイントは、何の10ポイントかなんだろう。いや、その、いや、これは、だから、膝掛けプレゼントのポイントがなんかあるわけな。で、お化けを出した、
お化けを送信した人もなんか出るんじゃないですか、確か。なんか書いてたと思うんですよ。そうなんや。なんか去年より膝掛けが大きくなってますって言ってる。若干、去年は青っぽかったんですけど、今年はあ赤い、やっぱり赤い方が熱く感じるですか、ね。熱く感じるっていうか、心理的なもので。よし、座ります。着席。ちょうどいいところにこの椅子があるから、よかったですね、これが。あ、足立ちゃん、これあれですね、あね、今お帰りの途中です、はい、雨降ってるから大丈夫かな。ああ、柿をプレゼントしました。あ、柿どうもいただきました。さあ、そうそれ忘れた。すっかり忘れた。あ、柿先ほどいた、今聞いてはるか。そうなんです、高浜原発審査合格へ、えっていうのがわからないんですけどね。合格えってことなんですか。なんかそんなに始める、いやもう合格の目処が立ちました。目処が上がったっていう。ほんまですか、ニュース、ね、目処ってなんだって話だね。高浜3号4号ですね、はい、あれプルサーマルですよね。あ、モックス燃料。昔オックスっていうバンドがあったんですよ。まあそれは関係ないですけど、赤松愛っていうもう全く関係ないですけど、赤松愛也さんには、失神とか言ってですね、GS ですね、また関係ないこと言ってるんですけど、いやモックス、オックスじゃなくてモックスですね、本日はですね、また今手書いてるんですけどね、書いてるか、もうまだあるかな。あ、あ、すいません、ちょっと、すいません、実はちょっと、よいしょ、ついに、電池とお返ししました。電池お返ししました。ちょっと待ってね。すいません、ちょっとお返しします。ある電池。押してみる。やってみて。あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんばんは。お疲れ様です。雨も規定なんで、雨も来ましたけども、仙台の再稼働反対ですけども、昨日、鹿児島の 3.11 の集会の実行委員会、いわゆる鹿児島の運動団体ですね、原発反対の、木原さんを代表としている部分ですけども、その有志がついに県庁前にテントを建てました。はい。で、240時間、10日間塞い込むということで今塞い込んでます。で、薩摩川内の市議会でね、再稼働促進と陳情書を採択して、再稼働を認めるという、決定して、であとはもう手続き的には都県議会がね承認するかどうかという段階なんです。でまあそれ自体がもうむちゃくちゃなねやり方で。新聞でもいろいろ出てますけども、とにかく闇雲に、再稼働を進めるという、動きです。で県議会が、まあ、多く多分5日から7日に開かれるということで、県議会が最大の焦点になってきます。でそれに合わせて、に鹿児島の、ね、運動団体が県庁前とそこにテントを建てて、塞い込みを始めたと。で一応、まあ、県の方がいろいろ妨害してたらしいんですけども、そういった問題した上で、まあ、これ以上テントを増やさないとかいう条件
なんかつけて、まあ、一応認めるというふうには必要らしいんです。でそういう意味では5日から開かれるだろう県議会がね焦点になっていくと思います。でこの地元同意という問題一つとっても仙台原発というのは薩摩仙台に行政区的には薩摩仙台なんですけどね、薩摩仙台という家の中心部から離れたところでちょっと行けばもう一木久志の地と境に、まあ立地してるんです。で一木久志のはと、表記因子ですか、当事者性を認めろという意見書を採択して、申し入れてるんだけども認めないと。で鹿児島県の伊藤知事は薩摩仙台の市議会と鹿児島県議会の承認で、合するというふうに言ってます。そういう意味では一木久志のなんかはね実際に5キロ10キロ圏関連に入ってるし、しかも一木久志のなんかは市議会で再稼働反対の決議も挙げてると。そういう中で、自分同意というのはたかだか十数人の市議会議員が勝手に決めているね。で反対もおるんだけども、一部の推進案が、決議を挙げる、それがなぜ自分と同意になるのかと。でこれはもうよく言われてるんですけども、薩摩仙台でもアンケートとか署名なんか集めれば再稼働反対という声が多いんです。にもかかわらずそれを無視してね、市議会で一部の議員だけで再稼働を認める、こういうやり方自体がもう絶対許せないと思います。そういう意味では鹿児島県議会の県議会が焦点になっていくということだと思います。でここに質問されたり歌を歌っている熊さんは今熊仙台で、その鹿児島の選挙にも協力して在庫んでいるそうです。あ、見えました。で話は変わりますけども、高浜原発再稼働に向かっての動きも着々と進んでいるようです。でその中で今、12月20日にね、張伯さんの一人芝居、南上友の飢餓海峡の一人芝居の公演と、で、地元というか、まあ、近くの、宗教者の方が同じく、福島なんかにもね、ボランティアで、行ってる人がいるんですけども、その人の話ということで12月20日に飢餓海峡の一人芝居とで、一部二部つかまってね大予定されてます。オバマです。オバマ市内で開かれようとしています。これはまたね、渡部さんが大阪にいられて直接訴えられると思いますけども、またいろいろご協力をお願いしたいと思います。以上です。まあ、オバマといいますとオバマ大統領はもうすぐ老けたんですよ、あの人。もう就任した時からもうものすごい白が増えちゃって、あの人耳の形がいろいろ違う人がいるって柔道してるんです。そんなことないかな。いろんな耳の形の人がいる。ちらっと。あ、そうですか。なんか耳はあんまり見えない。まあそのオバマじゃなくて、あっちのオバマ、日本のオバマ、綴りも同じなんですけど、
バジリカ失礼、ですね。まだ手を書いてる。あ、先ほど、実は今日、先ほど、バッテリーお借りすることができましたので、どうもお心配おかけしましたって感じですね。あれなんですね。少しあんだかなと思ったんですけど、全然やってないです。あ、霧雨ですね。雨の御堂筋。御堂筋からちょっと離れてるんですか、やっぱ。今日はかん、確かその総理大臣が住んでる家の近くでもやってるんですが、官邸前でもやってるんですね、確か。やつは最近、やつはって言ったらですか、最近真面目にやってるのかなっていう。どうなんですかね。ちょっとこっちで中継してたら向こうの方見れないです。経産省前でなんか帰ってきて弱いと夜遅いやってます。9時ぐらいでもやってますね。経産省は前は。週末ですか。今日です。確か。いや金曜日ですね。どうですね。あ、してないですか。してないですか。ちょっと待ってください。よいしょ。あ、あ、なんかおられますよ。あ、善光さんおられますね。でも、毎週はやっぱりおられます、やっぱり。今日はツイートのなんちゃらはいないです。のなんちゃらって言ったらですけど、ツイートのなんちゃらは今日は休みの日です。先週来てたんで。今週はちょっと家で寝てます。多分寝てるかどうかわからないですけど、今各週週休複数発生なんで、ですね、関係ないです。各週週各週だから。そんな感じでして、本日今日はなんか雨がええ感じでなんか微妙に降ってるな。まあ激しい雨ではないんですけど、あ、前夏場はなんかえらいことになってましたけど、そこはかかとの雨ですね、今日は。ちょっとお尻がずれるとちょっとなんかお尻が濡れるんですね。ちょっとこっちでやったっけな。尻ゾーンがちょっと分かんなくなる。喋りましょうかっていう状態でなんでここに立ってんのかっていうのがあるんですけど、はい、すみません、ちょっと喋れっていう人が複数いまして、はい、まあ私が喋らなあかんっていうことはないはずなんですけども、
縄沈静のこととかですね。沖縄沈静のこととかですね。沖縄沈静ですか、あ、そうか、そういう話。沖縄沈静の話しましょうか。原発が緊急なところに来てるのは確かなんですけども、もう先に、仙台原発の詳細な話をされてますので、沖縄のこと、喜納昌吉という人が立候補しました。彼がですね、立候補する前に、まあ、彼自身もちょっと迷ったみたいですけども、例えば彼が所属している民主党が彼を押さなかったんですね。なぜ押さなかったのか、まあ、民主党 の知り合いはあんまりいないので、具体的に何でかということは聞いてないですけども、いろんなことが想像できます。僕が思っていることで言うと、まず沖縄の民意というのがですね、7割以上基地はいらないと言ってるわけです。今現状、那覇市長だったじゃないですかね。で、あと尾長さんという人が捕獲合同ということで、押されて今そこに一本化されてるわけですよ。基地反対の声というのはそこに一本化されてるはずなんですけども、その状況で下地幹雄という人がまず最初に基地反対らしいことを言って立候補しました。彼はみんなの党なわけで、自民党よりも右派です。反米という姿勢があるのかもしれない。だからアメリカ軍の基地はいらないという理屈はあるのかもしれないんですけども、彼は同時に中国脅威論を強く言っている党派の人間です。彼が言う辺野古の新基地建設いらないという話は正直全く信用できません。その下地幹雄がなぜ出るのか、なぜ基地いらないかのような話をしながら出るのかといえば、理由は簡単です。それは尾長さんの票を少しでも削り取ることが目的です。そういう状況下でまた一応ですよ、一応平和を言い続けてきた喜納昌吉という人が立候補するわけです。民主党がこれに乗るってことはですね、せっかく一本化して基地反対でもって知事選を勝ち抜こうとしている沖縄に対してですよ、それは7割からの基地反対の声がまずあって、そういう動きがあったわけで、それに対する裏切り行為になるわけです。だから喜納昌吉を民主党は支持できないわけです。そんなことしたらもう沖縄でそもそも自分たちの地盤が維持できるのかという、そういうことがあるはずなんです。それでも喜納昌吉は立ちます。民主党の支援がない状態で彼が勝てる見込みなど 1% もありません。民主党の支持があったって多分勝てないんですけど、だから彼は何を言ったかといえば、副知事にしてくれるならば自分は立候補を降りると、それを尾長さんに言ったわけですよ。彼は何言ってるかわからないようなところは確かにありますけども、実は何も分かってない人間ではなくてですね、自分が出ることで、知事選に出ることで尾長氏の票が割れるんだということを自覚してるわけです。あれはほとんど恫喝です。そのような人間が知事選に出るわけです。そしてネット上ではですね、また一生懸命これを応援する人がいます。例えば三宅洋平という人が、具体的な理屈何もなくて喜納昌吉を応援するような発言を始めました。そのことを批判されると、自分はまだ判断を固めてないなんてことを言い出して言い逃れしています。
沖縄のことは沖縄が決めることなんで、本当は僕もいちいちこんな話をしたいわけではないんです。ただいろんな人間が、いろんな勢力が沖縄の基地の建設を止めようとする、沖縄の民意を踏みにじろうと暗躍してます。それには対抗せざるを得ません。沖縄でですね、下地だとか十分民教だとか沖縄小吉だとかいろいろな人間がですよ、自分は日本が大好きなんだってことをわざわざアピールしながら国政に出てくる。彼らが言ってるのは日本に対するおべんちゃらであって迎合でしかないんです。なぜ迎合しなきゃいけないのか、沖縄に7割の基地が押し付けられている現実が何なのかってことです。そこには日本の方から沖縄に対してずっと続いている植民地差別という暴力があるわけですよ。沖縄小基地に今のおかしな行動を取らせているのは実は日本の責任です。日本が、日本人が、日本で住む全ての人が沖縄に基地の被害を押し付けてきた、沖縄小基地の姿を見て今こそそのことの反省をより深めていかなきゃいけないと思います。沖縄にですね、今起こっているような分断を引き起こさないように、それも全て日本の責任です。そのために沖縄の新基地建設を反対する運動はなくてはならないと思います。これをどこかで聞いている人は今基地を押し付けている沖縄に簡単に連帯するとか言わないでですね、今一方的に差別的に基地を押し付けている現状で連帯なんてできないわけですから、どうすれば連帯ができるのかということを軽々しく考えないで共に考えていきたいと思います。共に考えて行動を作っていきましょう。以上です。
はい、ゆず。あ、ゆずもらいました。あ、どうも。電池ありがとうございました。 いるやろ、これからしばらく。いや、これまたお家帰って充電しますよ。もう終わります。うん、あ、じゃあこれ まだいけるはずですね。あ、どうもありがとうございました。あ、また入ってます。ほぼなんだ。これですね。なんかいつの間にか終わってますね。というわけで本日の、完全包囲行動はなんか終わっちゃいましたね。なんかみんなこう科学で終了していますね。ぼーっとしたら、まあそのあれですね、何言ったらいいかな。あ、はい。あ、じゃあちょっと片付けます。というわけで本日の配信の方はどうもか以上で終了するような気がします。というわけで本日どうも、ご視聴の方どうもありがとうございました。今日なんかなんとなく電池とお返したりもしたんでちょっと、そうですね、なんかえらい降ってきたので、じゃあちょっと一旦配信終了します。どうも、本日どうもありがとうございました。どうも、